個人としては納得いくプレーはできてないかなって思うのと、まあ、チームとしてももっとコミュニケーションを取って練習からしっかり上げていかないと、今3位なんですけどもっと上は目指せないので、まあ、課題だらけだなと思ってます。新加入も4人入って、まあ、そことの連携だったり、まあ、今までいる子供選手だったりの、まあ、連携をもっと高めることと、まあ、守備の面ではシュートを打たせないための前の守備だったり前線の選手との連携をしっかりやっていきたいと思います。まあ、前年度のチャンピオンということで、まあ、私たちはチャレンジャーでやれることを全力で 120% 出すことが大切になってくると思うので、気負わず自分たちができることを最大限出せたらいいなと思います。